粒子検出器の陽子実験及び応用素粒子、物理学、原子核物理学、原子力工学において、粒子検出器、または一般に放射線検出器とは、原子核改変によって生じる、放射線、宇宙線、または加速器の反応によって生じる、様々な放射線、高エネルギー粒子を検出、追跡、特定するための装置である。現代の検出器は、 カロリーメータにより放射線のエネルギーを測定する。これらはまた、運動量、スピン、電荷などの素粒子の属性を測定することもある。検出器は、サイズコストともに、巨大な現代の加速器のために設計された。カウンターは、よく検出器の意味として使われるが、単に、カウンターといった場合は、あくまで粒子を数えるだけで、あって、粒子のエネルギーや、電荷などはわからない。 粒子検出器は電離放射線を検出することもよくある。もし放射線測定の主要な目的が放射線を検出することであれば、光子は質量がゼロの粒子である。しかし、それでも粒子検出器の故障は正しい。電離式検出器とシンチレーション検出器は多くの検出器として開発され、用いられてきた。しかし他には、チェレンコフ幸や、 繊維放射といった完全に異なる原理を応用したものもある。切り箱による電離放射線の可視化。短くて密集した線がアルファ線で長くてぼんやりとした線がベータ線である。素粒子物理学において用いられる。現代の検出器は蒸気の検出器を玉ねぎのように多層状に複数組み合わせて用いられる。ありがとうございます。